はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日オーダーいただきましたのはこちら、曲線ミドルウォレットのバイカーズスタイルですね。オーダーありがとうございます。この曲線ミドルってね、今年の6月にバージョンがね、一新されました。まあ6年ぶりぐらいかな。一新されてちょっと変更が大きくあったんですが、はい、今回ね、オーダーいただいたのは、革の方は湘南タシグレーシングベンズのナチュラルですね。もうね、本当にね、この革だけはね、ブレずに長年ね、使っておりますが、本当にいい革ですね。本当にいい革。自分で言うのなんだけどね、いい革ですよ。はい、ね、ちょっとサンプルね。最近ね、ちょっとエイジングを頼まれてやっていたんで、ちょっと自分のね、見本品も同じくエイジングやっていたんですが、ようやくね、このぐらいのカラーまでね、深めることができました。真夏のね、太陽だったら本当にね、3日4日ぐらいでこんぐらいね、変わっていくんで、ぜひね、お試しいただければなと思います。はい、ちょっと見ていきましょう。はい、糸の方はね、ビニモ NBT のホワイトとなっております。で、根性の方がダラー根性ね。はい、中見ていきましょう。はい、中こんな感じね。丸コピーご希望でしたので、こちら、変わっております。で、カードスリットの方、下にコードクリアランスね、も出して作っております。はい、小銭入れ、見ていきましょう。小銭入れ、こんな感じね。両まちついてるんで大きく開きます。はい、で、こちらの方に、仕切りがね、ついておりますので、まあ、小銭とカードとかを仕分けしてね、入れることも可能ですね。はい。ちょうどね、この膨らみのある差し込み、押さえがね、あるんで、こんな感じでね、簡単に閉まります。で、開けるときも、ここのね、カッティングに指入れているときは、こんな感じでね、スムーズに開閉できるようになっております。意外とね、差し込みがしづらいとかいう、設計のやつはあるんですけど、基本的に、このフラップの一番てっぺんと、ここのてっぺんが合わさればいいだけなんで、あとは自然に入っていくだけなんでね、スーって。はい、そういうね、使い勝手のいい仕様となっております。はい、開くとこんな感じね、三角形になって、札仕切り、ついております。で、両銀面仕様ですので、こちら裏張りしてあります。はい、以上こんな感じでね、完成いたしました。はい、ぜひね、動画の方でご確認の方お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。